メドフォード駅とは、ニューヨーク州、メドフォードという村落にある、ロングアイランド鉄道の本線の駅である。メドフォード駅は、ニューヨーク州道112号線のうち、テコニックアベニューとロングアイランドアベニューに挟まれた、区間にある。アクセスツーザステーションイズアベイラブルフロム、エーナローカービングロードウェイリーディングオフルート112、その車道は以前は、 オハイオアベニューが2007年にペコニックアベニューの北で閉鎖されるまでオハイオアベニューの交差点と接続していた。オレゴンアベニューの北端からもアクセスできるがメドフォード消防署が実地訓練やその他の練習のために定期的にオレゴンアベニューの連絡道路を封鎖する。メドフォード駅は当初本線がヤップハンク駅の東の旧カーマンズリバー駅で終端となった際に 1844年6月26日に開業した。1863年8月20日、その駅は全焼したが1889年まで再建されることはなかった。このバージョンはロングアイランド鉄道で最も危険な踏切の一つと考えられた NY112 との踏切付近にあった2階建ての建物である。 橋を求める声は1920年代と1930年代の間ずっと無視された。政府職員の親類が1940年にその踏切で死亡した時にのみ、修道112号線を超える橋を建設するあらゆる努力があった。線路が高架化された時、駅は旅客待合室を最上階にレアエクスプレスの貨物駅を地上の駐車場付近に有する。 築堤沿いにある2階建ての駅舎として再建された。隙間が少ない12フィート9インチのニューヨーク修道112号線を横断する橋は2000用に設計されたが、2本目の線路は1960年代初頭に断念された。その駅舎は1958年に閉鎖され、1階は塞がれ、2階は1964年に取り壊され、埃で埋め尽くされた。 小さい木造の待合所が1988年にプラットフォームに追加され、その後、プレキシガラスのものに置き換えられた。1990年代後期にはその駅は、上空に高床のプラットフォームを必要とする新しく保有車両となったダブルデッカーの客車のため、および将来の銅線の電化のために再度再建された。再建の中で、 かつての地平のプラットフォームが高架化され、同時に新しい階段や駐車場からの車椅子アクセスランプを有するようになり、小さな待合所がプラットフォームと同じ高さに建設された。メドフォード駅の駐車場は無料で無制限であり、他の多くの偉いダブリハーの駅での状況と明確な対象にある。貨物支線が線路の築定に沿って駐車場の中に存在する。 これはすぐ近くの建築製品の工場のために建設され、えらい、ホルツビル駅が1998年3月16日に閉鎖された時、ホルツビルからの通勤者は、メドフォードとロンコンコマの両駅を使用するように助言されたが、より多くがロンコンコマを利用している。また、その駅は、アメリカ同時多発テロ事件による犠牲者への記念碑も含む、 ウェイディングリバーシ線でのロングアイランド鉄道の展示補助の成功により、2番目の展示補助が1907年から1927年の間、メドフォードの東に開業した。この場所はメドフォード繁栄農場としても知られており、農場の敷地の残りはロングアイランドアベニューをまたぐホースブロックロードの端付近に見ることができる。セオドアル・ウズベルト元大統領は、 彼の1910年の地方遊説でその農場を訪れた。この駅は線路の南側に高床の端式ホームを一面有し、有効長は一両半である。上記の側線を除き、本線はこの場所に一線を有する。ありがとうございます。